己の道を行くだけだ。勝ってやるぜ。お前様、いよいよだね。おお、ネネ、戻ったんか。守備はどうであった？うん、大丈夫。どこかのお家の子が一緒に逃げてくれたみたいで、なんて言ったかな。ほうかほうか。安土にお忍びで来られていたと聞いたときは肝を冷やしたが、ご無事なら何よりじゃ。これで心置きなく戦える。必ず信長様の仇を討つんじゃ。光秀はどうしてこんな。光秀のことじゃ。よほどの考えがあってのことじゃろう。じゃがわしはそれを認めてやるわけにはいかん。断じてな。うん。信長様、見ていてくだされ。わしが必ず仇を取り、信長様の夢を継いでご覧に入れますぞ。おじき、気合入ってんな。当たり前だ。これはただの仇討ちではない。あ？どういうことだ。信長を倒した光秀を討つ。それはすなわち信長の後継者として躍り出るということだ。おお、つまりおじきが天下を取るってことか。声が大きい、バカが。どう思う、義継。秀吉様は勝てると思うか。誰も予想しなかった大返し。流れは秀吉様にあると言っていいだろう。そうか。ならば俺は安心して手柄を稼ぐのに専念できる。相変わらず手柄手柄とさもしいやつだ。力がなくば守れないものもある。家中で力をつけるには手柄を上げるしかあるまい。それはそうかもしれんが、ではお前も手柄を求めているのか。俺は流れに乗るだけだ。うん、妙なやつだ。光秀を追うのに邪魔になる。さっさと落とすぞ。光秀
した者が名実ともに信長の後継者。幸運が開けましたな。私の覚悟は決まった。じゃあその物言いはよそんか、勘弁。こう、また一つ。早うおわんと光秀が逃げてまう。秀長、本陣は任せた。聞こえ、救いを求める魂、悲痛な叫び。おそら超速であの時名優光秀の危機に馳せ参じたか。あそこの柱、渡ればあちらからも光秀に迫れるな。ちょっと、まあいいわ、待っててね、秀長ちゃん。とくと見よ、秀長は本陣守備の要じゃ、出せちゃならん。これで終わりだ。ここは引くぞ。はい、試してやろう、貴様の意志する力を。急げ。おい、さてらこっぞ。気合い入れてけよ、三つ谷広政。勝つのは当たり前だ、その先のことを考えろ。どちらの言い分も正しい。わめいていないで敵を倒せ、バカ。父上、こちらじゃ。援軍の当てもないというのに道場。明智光秀はその程度の武将だったか。俺が出る。時代のうねりに飲まれたか。ロトチカ、ありがとうなのじゃ。父上はわらわが必ずお守りする。開門。開門。明智軍ももうボロボロじゃねえか。どっからでも攻め放題だぜ。あなたの役を呼んであげるわ。敵将、討ち取ったり。敵軍を果たす。手が出る。敵軍を果たす。釣れないね。でも、これで時間は稼げたかしら。ここまでじゃ、光秀。信長様の敵はわしが。もはや後には引けぬのです。この戦に勝ち、私が新たな天下を作る。これは、とくと見よ。逃げ出したのはこういうわけか。ちょいと痛い目にあってもらうよ。とくと見よ。みんな、ここが頑張りどころだよ。気合い注入、行くよ。お姉様。おねね様、私には不要です。俺、俺います。清正と一緒に俺にもお願いします。敵将、討ち取った。よし、これで光秀を追い詰められる。父上が作る優しい世界、決して邪魔はさせぬのじゃ。とくと見よ。
かしなのな。お前のような者がまとめ役にならねばな。そういうことは清正の方が向いている。俺は人に好かれる立ちではない。分かっているのか、改めて。仕方のないやつだ。信長の命と親しいとか、兵が粘ることでその娘に災厄が降りかかるとしたら。こう、また一つ。敵の士気が高い。敵陣に忍びを送り込む。信長が存命との巨砲を流して調節を乱す。これで秀吉様の天下となるのか。意に染まぬ流れか。そうは言っていない。乱世の終焉こそ長政様の望みであった。みんな頑張ってるね。今日はご馳走にしてあげなきゃ。そうとも、それが何よりの励みじゃ。頼りにしとるで、ルベ。消せなくなれ。この程度か、俺を止められると思うな。それで終わりだ。いいぞ、そのまま走り続けろ。手柄にならん。行け。わらわを通せば秀吉のもとまでまっしぐらじゃぞ。よいのか。それもいい。いや、やはりそうもいかんか。いいぞ、そのまま走り続けろ。こう、また一つ。しかしここは危ない。あなたは逃げて世に真実を伝えてください。敗北。
んたの生き方はどこか。いや、いい。ドクトリー、セイフ、吸引コウ。こんなところで終われるかよ。この程度で俺を止められると思うな。俺は最後まで諦めぬ。様の夢はこの秀吉が必ず。よっしゃー、これでおじきの天下だぜ。バカが、いくらなんでも気が早すぎる。なんだ。確かにまだ障害は多い。だが信長の後継者として抜きんでたのは間違いない。信長が死んだのは幸運だったということか。高虎、チャチャ様、なぜこのようなところに。おねね様がお迎えに上がったと聞いていたが。あの子は。あの子、明智光秀の娘ですか。光秀の娘。そういや、戦場で見たな。また殺めたのですか。うわ、討ち取りの知らせは受けておりません。なんだおりゃ。光秀の娘はチャチャ様に何かと気を配ってくれていた。チャチャ様も心を許しておられたのかもしれない。チャチャ様はまたしても奪われたわけだ。気持ちはわかるけど、今は走って。わらわちゃん、あなたが生きていれば光秀叔父様だって。己の力で運命をねじ伏せてみろ。激しく
はいはい、やりゃいいんだろ。市場を交えるなよ、市場を交えるなよ。家康様、しばしお休みになられますか。いや、さような猶予はない。一刻も早く城へ戻り、信長公の仇討ちを。お前か。ショー、こんなとこにいたんだ。探しちゃったよ。半蔵、何者か。我が弟子サスケ、安土の様子を探らせていた。おお、安土はいかが相なった。申せ。もうしっちゃかめっちゃか。完全に明智の兵に抑えられちゃったよ。やはり。ああ、そうそう、信長の命を見かけたよ。チャチャだっけ。明智の人質になるのはまずそうだから助けておいた。おお、チャチャ殿はご無事か。よくやってくれた、サスケ。そりゃどうも。切り捨ててよろしいですか、家康様。ふっふ、直政。殿はしばしご休息を。サスケ、来い。なんだ、あの無礼な物言いは。俺、別にあのおっさんの家来じゃねえし、師匠に頼まれたから働いただけだ。我が命は殿の命も同じ。さように心得。俺は師匠の言葉しか聞かないよ。それでは忍びの任は務まらぬ。はいはい。師匠、俺の前ではよく喋るよね。そういえば、なんでか知らないけど、チャチャと一緒に真田の息子がいたよ。真田、真田正幸の子か。みたいだね。取り入りやすそうなやつだったから、これを機に俺が真田に潜り込むってのはどうかな。家康様も信濃を狙ってるんでしょ。だったら市場を交えるなよ。何それ、分かってるって。俺は師匠の役に立ちたいだけだよ。よかろう。半蔵、そろそろ出発するぞ。承知。この先落ち武者狩りが待ち受けてるよ。無論のこと、お前の任務生き延びてからだ。やっぱ付き合わなきゃダメか。まあ、仕事ならしょうがないね。無事を落ち延びさせることが我らの任務。障害は全て排除せ。家康様がやられちゃったらお仕事失敗ってことだよね。了解。やっぱいいよ、落ち武者狩り。捨ておかん。伊賀の忍びに渡りをつけた。敵兵を排除し、そこへ忍びを誘導する。
さすが師匠。ほんじゃ、家康様が来る前にパパッと片付けますか。さなかっただろうな。当たり前じゃん。誰の弟子だと思ってるのさ。じゃなくて。ならばよい。この鉄砲、ノブシが持つものではない。手配により参上いたした。家康殿をお守りいたす。それはありがたい。半蔵はよくやってくれた。開門。さすがは三井家、かようなところにも兵を。人物からは避けるべきであろうな。明智の兵など恐るるに足らず、俺が先行し道を開いてみせます。そして騒いで敵を引き寄せ、殿の恩義を危険にさらすのだ。心構えを貴様でですよ。家康様をお守りすべく最善を尽くします。甲賀者の匂いがするな。師匠、甲賀にも声かけたの？甲賀を呼び込むため東の砦を押さえる。
殿に壊れ、家康殿をお守りすべく参上した。かたじけない礼を申す。気合入ってんね、お兄さん。当然だ。主君の危機に家臣が最善を突き刺してどうする。それって巧妙稼ぎとは違うの？よくわかんねえや。ここまでたどり着けば三河までは間もなく。殿、お下がりを。兵を伏せているとは、もはやこれまでということか。じゃあ生かしちゃおけねえ。やはりな。信氏の群れにしては統制が取れていた。最下衆が化けてたってことか。まあいつさえやっちゃえばいいんだよね。はい、一丁上がりっと。皆殿をお守りせよ。三河武士の意地を見せるのだ。信長のとこへ送ってやるよ、家康。地獄で茶でも立ててやがれ。するんだ。天下の敵の傭兵が君で悪役じゃ。うっせよ。液晶打ち取ったよ。なる相手ではなかったか。はい、一丁上がりっと。どこまで中途半端なんだ。くそ。孫一は引いたか。こちらも片付いた。急ぎ抜けると痛そう。任は果たした。ショウ、お疲れ。そんじゃ俺は行くよ。
苦労だったな、雪村。本当にお前も姉上も無事でよかった。ありがとうございます。しかし、まさか信長公が。武田は滅びた。織田だけが滅びぬ道理はあるまいよ。はい、織田はこのまま倒れると父上はお考えなのですか？ならば我らの寄る辺とすべきは。さてな。これからどうなってしまうのでしょう。わからぬ。ただ一つ確かなのは、我らもまたお家のため懸命に働かねばならぬということだ。はい、兄上。第7章変天。天下統一を目前に、信長は本能寺の炎の中に倒れた。織田に心中し、皆で生き延びる。その決断は一夜にして白紙に戻り、正行は再び選択を強いられることとなった。大きく成長した息子たちを前にして、正行は己の出した答えを語る。不敵に笑う父の言葉は、信行と雪村にとってまるで理解の及ばぬものであった。沼田を取り戻すぞ。はは、我ら兄弟も存分に働いてみせます。沼田に入ればいずれ北条とことを構えるは必定。では我らは上杉に。いや、それではまさか徳川につくのですか？真田は何者にも従わぬ。父上。素晴らしい。
雪村様。良い武器は良い良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。雪村様、いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。マイドリー、また来てください。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。姉上。あらあら雪村、どうしました？物の符が下を向いていてはいけませんよ。そうですね、私はもっと泰然としていられるようにならなくて。あの姫様に言われたのかしら。いや、はい。父上のお考えがわからない。それは、はい、父
上のお考えには到底及びません。ですから父上のお指図に従い懸命に働くのみで。雪村、安土では私を助けてくれてありがとう。え、いえ、私自身は何もできず。いいえ、雪村が自分で考えできることを精一杯やったおかげで私は命を救われました。姉上、これからもあなたは胸を張ってなすべきことをなせばいいのですよ。はい、ありがとうございます。良い子ですね、雪村は。私こそ話を聞いてあげるぐらいしかできないけれど、いつでもおいでなさい。わかりました。
役目ですかな。貫き通すは我が信念。サラダの戦、共に示そう。
沼田城の滝川勝松殿は北条との戦で主力ごと出払ってしまったからだ。兄上と二方向から一気に攻めて沼田城を奪ってしまうのが父上の作戦だ。雪村様の初陣、勝利で終わらせましょうね。開門おやじ作戦。あら、なんで真田の連中がここに。さては火事場泥棒だな。くれ、沼田は関東最北の要地、民を休んじるため北条が支配せねば。なんか熊みたいな女が来ましたよ、雪村様。こうなったら北条と競争ですね。はい、沼田は真田が勝ち取るべき地、北条に渡すわけには参らぬ。無駄を裏切るつもりか。ならばここは断じて倒さぬ。軍の小畑信貞殿に救援を要請するのだ。なんとわし一人でこの大軍を相手に戦えというのか。もう邪魔しないでよ。父上に授かった策動、これで時間稼ぎは十分。さて、もう気足立っている。
軍勢は私が食い止めます。頼んだ。だがくれぐれも無理をする。燃えよ魂、急げ。解剖死ね死ね、誰も気づいてねえ。このお宝持ってトンズラするぜ。見つかっちまった。解剖強さよ。ゴエモン様と勝負。ゴエオ魂。こんなとこに織田の援軍がいるなんて。これももしかして真田の策？ムカつく。どうします？我らも咎められる立場ではない。今回は見逃してやれ。よっ、俺様の次に日本一。ちょっとすい救援コール。俺は魂、私を俺でどうする。また強くなったな。さて、戦はいつ来よってもらおうか。武田が倒れれば織田を頼り、信長公が討たれればすぐに三上。そもらには、もののくの誇りというものがないのか。おっしゃる通り、なればこそ、この一戦は小細工なしの勝負を。来てくれたか。お前という弟を誇りに思う。敵将討ち取ったり。あんた一発の戦人だね。もどかしい。真田幸村、これにあり。沼田城は目の前よ。真田なんかに渡さないんだから。どうぞ。
よくやってくれた雪村。これで沼田の守備兵も投降するだろう。はい、ここを基盤に真田は独立を目指す、そういうことなのでしょうか。そうだと思うのだが。やりましたね。沼田を我らの手に取り戻すことができました。安心するのはまだ早い。光助支配を進める北条といかに相対すべきか。北条とことを構えるつもりはないぞ。え？父上、どういうことでしょう。我らは北条につく。すでに心中を申し入れた。お待ちください。父上は真田は何者にも従わぬと。さようです。それに沼田は交通の要、北条に従えば沼田を召し上げられることになりませぬか。沼田はもともと我らが手塚から勝ち取った地。北条などにくれてやる義理はない。しかしそれでは北条の下地に従い、近々上杉を攻めることになろう。二人とも心しておけ。兄上、これは一体。父上、真田が心中を申し入れてまいりましたぞ。そうか、分かってくれたか。これで万事うまくいく。正幸も意外と話の分かるやつだ。真田ってあの信玄の懐刀ってやつですよね。そんな玉なんでしょうか、姫様。わからない。頼ってきたものをむやみに疑うべきではないと思うけど。その通り。北条に身を寄せる者は皆家族同然。わしらが守っていってやらねばなりません。さて、犬はどちらか。